リア。いいよ。僕、自分で洗う。男の子が前を隠すな。なんだよ。そりゃ。うわ、なに？かわいいの、かわいいの。無理無理。姉ちゃんってさ、うん、母ちゃんみたいだ。そう？言ったら甘えん坊？違うよ。違うけど。大人になったね、ユウ。お姉ちゃんの気持ちまで考えてくれてるのかな。でもユウはね、まだ甘えてもいい歳なんだよ。もう少し力抜いていいからね。泣いた。やっぱり子供だ。うぅ。おっぱい吸う？出ないくせに言うな。ユウ、いい子だね。いつまでもずっと優しい子でいてね。姉ちゃん、今日遅いな。一緒に父ちゃんサプライズの準備するって言ってたのに。早く帰ってこないかな。なんだ？台風かな？変な天気。まゆ？まゆちゃん？なに？もう遅刻しそう。今日で最後の登校ね。しっかり皆さんにお別れを言ってらっしゃいね。
うん。ごめんなさいね。お父さんの転勤のせいで。いいの。私は。お父さんがもっと会社に抗議でもすればよかったんだけど、お父さんどうしても無理だって言うから、あなたが了解してくれたからいいようなものの。お父さんは本当に私たち家族のことを考えようとしてくれない人だから。うん、行ってきます。私はお父さんとお母さんが揉めないでいてくれるならそれでいいの。私一人？ん、ん？なんで泣いてるんだろう私。しげにぃ先生、篠崎さん。確かみんなと学園祭の片付けしてて。やだ、ここどこ？して何かまじないを思い出すの。そうだ、さっきの篠崎さんのみんなとまた会えるおまじないは、あれ、ないない、ない、幸せの幸子さんの切れ端。さっきしまうのが欲しくて手に持ってたから。そんな、あの後どうなったの？お腹の調子も悪いや。前言ったら緊張するとすぐ胃腸に来るんだから。覗いてみようかな。ここは本館か。夢から覚めてもまた悪夢か。クソ。
ユカ。誰かいるのか？今の声は。ナオミ！大丈夫か？おい！ナオミ。あれは、ナオミの携帯じゃないか。もしもし、あの。助けてくれ、助けてくれ。うわあ！なんなんだ。いい加減にしてくれよ。捨てていくわけにも。大変だったんだから。びっくりしたんだよ。でね、聖子聞いてよ。なになに？振り向いたらね、騎士沼がサトシの股触ってんのよ。マジ？ちょっと燃える。それ見て私、なんか騎士沼をぶん殴ってやりたくなってさ。ナオミ、何それ、ジェラシー？わかんないけど、その後あの二人すんごい喧嘩してたよ。ウケる。私も見たかったよ。いや、見てないからそんなこと言えるんだよ。そうかな。実際見たら引くよ、絶対。男子ってほんとバカだよね。可愛いんだけど。そんなこと言って、ナオミ、持田君のことが好きでたまらないのね。誰かいるのか？
ナオミ、バカ、何やってるんだ。何か道具は。いつもの教室で笑っていた友達がこんな薄暗い個室で死体になって吊り下がっている。ただ恐ろしかった。その事実が怖かった。気がつくと俺は必死で駆け出していた。ただその場から、死体から離れたかった。そう、なかったことにしたかったんだ。これは夢だ。現実のはずがない。だが、錯乱状態はすぐに解け、俺は。ナオミ、ナオミ、すまない。お前を助けてやれなかった。俺のせいだ。俺はどうすればいい？篠原、お前まで。なんだよ。なんで俺たちが返せよ。みんなをちくしょう。ちくしょう。お前まで失ったら。なんで壁が。さっきはこの先に別館が。なんだよこれ。
ユカ、ユカ。いい加減にしてくれよ。喪失感に打ちひしがれた俺は立ち上がる気力をなくし、その場にただ座り込んでいた。どれほどの時間が経っただろうか。突然、校舎が大きく揺れ始めた。また地震か。ちくしょう。しゃがんでても仕方がないか。ユカ、きっと助けに行くぞ。待っててくれ。何でもいい、別館へ行く方法、手がかりを探すんだ。篠原の携帯じゃないか。篠原。逃げてしまうから、一人じゃ捕まえるのは無理だな。誰かに協力してもらわないと。
なんだ、落ち着いてくれ。だ、大丈夫か。前歯が折れてる。尋常じゃないな。俺は如月学園2年の持ちだって言うんだけど、君は？私は白檀高等学校の2年。そうか、君はどうしてここに？インターネットにあったおまじないを試したら、みんなここに。おまじないか、同じだな俺たち。最初みんなで一緒にここを出ようって、友達の一人が、ゆうやがおかしくなって急に友達を階段から蹴り落として殺して、笑いながらその死体をもてあそび始めたの。私必死に逃げてきた。なんてことだ。わかったよ。とにかく落ち着いてくれ。離れろ！落ち着いてくれ。さっき話しただろ。今日の宿題も終わってないのに殺されてたまるか！この子、ハサミを持ってる。
大丈夫ですか？ふざけんな！こんなハサミ、どこから持ってきたんだ！ダメだ。この子はまともに話ができる状態じゃない。死にたくない。殺さないで。ゲイ先生に会いたい。持田君、大丈夫？ゲイ先生、よかった。会いたかったよ。私もよ。持田君、危ないところだったわね。中島さんと篠原さんは残念だったけれど、君だけでも無事でいてくれてよかったわ。ダサ。よく頑張ったわね。さあ、一緒にゆかちゃんやみんなを探しましょう。先生、俺、もう疲れたよ。よし、このドアを橋に使って。なんとか脱出できたわ。誰もいなかったかしら。いた。右腕の骨が完全に中で筋肉と皮膚だけでつながってる感じだわ。ひどい痛み。持ってないと。篠崎さん、岸沼君、先生、今行くからね。生徒が話を聞いてくれない？もう私、どうしたらいいのか。教師を続けていく自信がなくなってしまいました。保護者の皆様から毎日メールが届くんです。結果の出せない教師など不要だって。担任の私を飛び越えていきなり副担任の君にか。私が出張で飛び回っていて、君にクラスを任せっきりにしているせいで。
苦労をかけているね。すまないな。いえ、副担としてちゃんとあのクラスを見るのが私の使命ですから。信用して私にクラスをお任せいただいているのはむしろ光栄なことなのですが、ただ最近二の九のみんなにも何を言っても冗談っぽく流されてしまうし、あまり強く言うと反発されてしまうし、多分もう私みんなに嫌われてしまっています。だけど結果は大事ですし、あの子たちには将来のためにもいい成績を上げられるようにしてあげたい。いい成績を。そうすれば保護者の方も。シシド。はい。目を閉じて思い返してごらん。もう一度。え、何をですか？生徒たちさ、君が毎日それこそ必死で彼らを思う気持ちに気づいている子たちもたくさんいるという事実、思い当たらないかい？そうでしょうか。うん、教師嫌いの篠崎は毎日君に質問をしに職員室に来ているし、不登校だった岸沼も週に4回以上学校に来るようになっている。去年1年生の時には考えられなかった光景だ。生徒はよく見ている。君は嫌われてなどいないと思うよ。でも、たとえそうだとしても、やはり結果が。成績が出せなければ、保護者の方には納得していただけません。でないと私は、教師として失格。確かに、保護者側の立場としても、学校側の立場としても成績評価はとても重要なものだ。しかし、まあこれは僕の考えだが、僕は結果と同じくらい、いやそれ以上に過程が大事だと思っている。生徒たちがたった3年間の短い期間でいかに楽しく有意義に過ごすことができたか、悩んで解決して成長して大きくなって卒業の時に楽しかったって言わせてやるのが、授業と同じくらい大事な教師の仕事だと思うんだ。ええ、篠崎や岸沼だけじゃない。家庭の事情で塞ぎ込み気味だった篠原も、中島や君と出会って明るくなった。篠原さんが？隠すのがうまいだろう、あの子は。生徒のために何ができるか、それを一生懸命に模索する姿勢ができている時点で、君は教師として合格だ。いや、
君のような大人こそが教鞭を振るう場に立たなければいけない。誰にも馬鹿にされることなんてないんだ。威信を持ちなさい。君は学生時代と本当に変わらないな。悩みがあるといつも僕のところに相談に来てくれていた。大きな目に涙をいっぱい溜めてね。ま、あんまり気張るな、シシド。君もじっくり楽しむんだ。面白い連中と過ごせる貴重な毎日を。卒業の時に先生ありがとうって頭叩かれてみな。最高だぞ。保護者の皆さんには私から一度連絡しておくよ。わかりやすい授業の作り方はまた明日にでも一緒に考えよう。はい。 あの、ん？先生、ありがとうございます。ああ、嬉しいものだね。教え子に頼られるのは。夢を続けてみた気がする。縁起でもない。中島さんたちが命を落とすなんてひどい夢。私どこにいるのかしら。あのままがれきに埋まっちゃったんだ。篠崎さん、無事に逃げられたかな。生徒のために何ができるか、それを一生懸命に模索する姿勢ができている時点で、君は教師として合格だ。私は少しでも先生らしくなれたのかな。まだ一年も経ってないけど、体動かないや、下半身の感覚も、あくびから下が麻酔がかかったみたい。それにしても、もう少し生きていたかったな。あれ、涙。もう死ぬのに出るんだ、私。私ね、うちの学校の先生嫌いだけど、シシド先生は大好き。お姉ちゃんと同じ雰囲気がするの。先生、猫飼ってるの？私、この子が欲しいんだけど、飼うの難しい？見て見て。いやー、かわいいかわいい。超丸い。耳
ゆい先生、そのタレタレパンダのネックレスさ、やっぱかけてんの？胸の形にさ。ぜえ！先生、今日は自転車のチェーン外れてたよね。俺、先生の失敗してる姿を観察するの大好きなんだよね。みんな頑張れ。絶対死んじゃダメだよ。しっかり道を切り開いて、君たちの未来を掴むんだよ。寒いよ、お母さん、お父さん、お姉ちゃん、寂しい。いますよ。どうぞ。どうしたのですか？ちっちゃい肩をすぼめてしまって。キュートなお顔が泣いてますね。おいで。黙っていたいですか？話したいですか？
聞いてほしい。うん、聞かせてください。お姉ちゃんって今のお仕事いつなりたいって決めたの？そうですね、確かちょうどあゆみちゃんと同じくらいの時でしたね。迷いはなかった？はい、私は大いなる自然の意志にただ身を委ねているだけですから。まあ反対はいっぱいありましたけれど、あゆみちゃんも見ていた通りですね。お姉ちゃんかっこいい。私は自分の力が不安で自信がなくて、一歩前に出ることが怖くてできないの。怖くて怖くて。自信、うん、単純な言葉だけど、とあゆみちゃんの実力は本物ですよ。お姉ちゃん、ずっと見てきました。苦労して苦労して、一生懸命積み重ねてきた今の実力でしょ？それなのに、あなた自身があなたを信じてあげなくてどうしますか？イラストレーターを夢見て、今まで一生懸命描き続けてきたあゆみちゃん、頑張ってきたあゆみちゃん、お父様やお母様に堅実な職業をと何度反対されても、夢に向かって目をキラキラさせて進み続けたあゆみちゃん、信じてあげなきゃかわいそうでしょ？うん。まだ隠れてる子がいますね、ここに。うん。出ておいで。お話聞かせて。私より。私より上手い人いっぱいいるもん。ピクシブとか見てたら。私どんどん自信なくして、何千何万もの人がいる中で、どれだけの幸運か力があったらその人たちの前に出ていけるのって。私のお友達にお仕事で絵を描いている方がいますが、案外どういう世界でも動いたものがどんどん夢をつかんでいくと聞きますよ。この子を知っていますか？今心霊研究の学会の間でも作家業界の間でも有名になりつつある女の子。お、なんて読むの？さえのき、さえのきなほさん。すごいスピードで作品を書き上げて、どん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 投稿して、めきめきと頭角を現している次の半期の芥川賞最有力候補と目されているんだとか。すごい。なんと、あゆみちゃんと同い年なんですよ。
この子はですね、実は誰に文法やロジックの組み立て方を教わったわけでもなく、ただひたすらに画流で書き続けているそうなのです。どうやら書くことが楽しくて仕方がないみたいですね。楽しいんだ。自分を信じて初心を忘れず、失敗してもその時対処すればいい。私もいつもそう自分に言い聞かせているのですよ。お姉ちゃん。はい。決めた。私もっと頑張って絵描きさんになる。うんうん。それでね、同い年のこの人、ナホ？ナホさんの本に表紙書かせてもらうんだ。うわ、すごい。素敵ですね。お姉ちゃんもその本、私の自慢の妹です。ってうちのお客さんに自慢しちゃいます。応援して、はい。お姉ちゃん、大好き。